音声符号化はアナログの音声信号をデジタル符号化するための技術で音声の性質を使ってデータ圧縮を行うことに特徴がある。音楽などの一般的なオーディオ信号を対象とする MP3 などのオーディオ圧縮技術は人間の聴覚心理学上の特性やデータの冗長性を利用して不要なデータの除去を行うが音声符号化ではそれに加えて 音声固有のモデル化を行うことができるため、さらにビットレートを下げることが可能である。音声符号化の技術は異なった多くの分野で使われている。代表的なのは携帯電話、衛星電話、VOIP など通信の分野だが暗号化、放送、記録の分野や音声応答システムなどの音声処理の分野などで使用されている。 人間の声は音源である生体の音の特性や優勢、無声の区別と喉と高校、鼻腔、舌、唇などの超音器官の共鳴による周波数選択特性でモデル化できる。音声波形はかなり速い振動成分を含むが、超音機構などの動きはそれと比べると比較的緩やかであり、それらを適切にパラメータ化することができれば必要なデータを大幅に減らすことができる。 音声符号化は通常のオーディオ圧縮技術と音声をモデル化するパラメータを音声信号処理により抽出する技術とを組み合わせたものである。音声符号化のアルゴリズムは大きく以下のように分けることができる。波形符号化は音声固有のモデル化を行わない方法で比較的音質は高いが圧縮率は低い。分析合成符号化とハイブリッド符号化は 生体に相当する音源と性動の特性を表す合成フィルターとで音声をモデル化する方法である。ハイブリッド符号化と分析合成符号化とは基本となる原理が似ているためパラメトリック符号化やボコーダーとしてまとめて扱われることもある。分析合成符号化は聴感上同じ音声に聞こえるようにパラメータ化するのに対しハイブリッド符号化では 音声波形に近づけることを目標に音源パラメータが決められる。一般的に言って波形符号化と比較するとハイブリッド符号化は圧縮率が高く分析合成符号化は音声波形の再現を目指さない分さらに圧縮率が高い。分類ごとの特性をまとめると以下のようになる。波形符号化は音声固有のモデル化を行うことなく 音声波形などを忠実に符号化しようとする方法である。大きく分けて時間領域で符号化を行うものと周波数領域で符号化を行うものがある。一般に圧縮率は低いが音楽などの音声以外の信号も音声と同じように符号化できる。時間領域で波形を符号化する技術は最も古くからあるもので PCM、PC a d p c m などがその代表である。 圧縮率は低いが、比較的単純に不合化ができ不合化遅延もないため、主に電話回線などの不合化方式として使われてきた。主要な不合化方式として以下のものがある。PCM、編集パルス不合変調は最も基本となる波形不合化方式である。線形 PCM と人間の聴覚の対数的な特性を利用し、 信号の振幅が大きくなるほど量子化のステップ幅を大きくする非線形 PCM の2種類がある。非線形 PCM の規格で圧信特性としてミューローおよびイエローを使用する ITUTG711 が電話などでの音声符号化の用途で使われている。4kHz の帯域幅を持つ電話品質の音声を 64kbps で符号化できる。 アド PCM、編集音声信号の隣あったサンプル間には相関があるため、過去のサンプル値を利用して、現在のサンプル値を予測することができる。一つ前のサンプル値を予測値として、次のサンプル値との差分のみを高度化する差分 PCM を改良し、量子化幅を適応的に変化させる方式が適応差分 PCM である。企画としては、 電話品質の音声を 32kbps に符号化する ITUTG721 が1984年に勧告され、その後16、24、32、40kbps に符号化する ITUTG726 が勧告された。適応差分 PCM は日本の PHS などで使用されている。デルタ編長、編集。 デルタ変調は、差分 PCM の1ビット版で、一つ前のサンプル値に対するサンプル値の代償を1ビットで、符号化する。デルタ変調を応用したものとして、適応デルタ変調、デルタシグマ変調などがある。他の方式と比べ単純なハードウェアで音声の符号化ができるため、デジタル回路が高価だった時代に考案された。適応デルタ変調は、 デルタ変調の量子化幅を適応的に変化させる方式で適応差分 PCM の1ビット版にあたる。CVSD とも呼ばれる。CVSD はミル STD-188 から113とフェデラルスタンダード1023の規格があり、アメリカの軍事用戦術無線通信システムで暗号化通信のための音声符号化方式として使用されていた。 デルタシグマ変調は、伝送の途中の誤りが、後々まで影響するデルタ変調の問題点を解決したもので、デルタ変調でのサンプル値の差分を取る回路と量子化を行う回路との間に積分回路を置いたものである。デルタシグマ変調は、初期の電子式電話交換機で使われ、また AD 変換及び DA 変換用 LSI の技術として多用されている。 周波数領域の符号化では、音声信号を周波数領域のデータに変換し、周波数ごとの電力密度の違いや、人間の聴覚モデルを利用して、周波数ごとの量子化の幅やビット割り当てを変え、また不要な情報の削除を行う。人間の知覚上の特性を利用するため、知覚符号化と呼ばれることもある。この符号化方法は、セルプなど他の方式と比べ、 ビットレートが低い時の音声の品質が良くないため、主に高いビットレートでの符号化に利用され、電話会議などの比較的高い品質が必要な音声の符号化や音楽を含む一般的なオーディオ信号の符号化のために使われることが多い。また、セルプなど他の符号化方式と組み合わせて使用する場合もある。主要な符号化方式として変換符号化や サブバンド符号化があり、MP3 や AAC などのオーディオ圧縮技術としても使われている。変換符号化、編集変換符号化は何らかの直行変換を用いて入力を複数の周波数領域に分解し、それぞれを符号化する方式である。適応変換符号化と呼ばれることもある。使用する直行変換としては、 高速な処理が可能で特性の優れた理ンコサイン変換の一種である変形 DCT が使用されることが多い。電力密度とマスキング特性など人間の聴覚心理学上の特性から帯域ごとのビット配分を決める。電力密度の低い領域や人間の聴覚特性上を聞こえにくい。周波数領域に少ないビットを割り当てることで情報を圧縮する。 次のサブバンド符号化とよく似た符号化方式だが、帯域分割数などの設定が容易で様々な直行変換を使えるため自由度が高い。ITUTG722.1 アネックス C はリサンコサイン変換によく似たマジェレイテッドラプットトランスフォームと呼ばれる変換を使用し、14kHz の帯域幅の高音質の音声信号を24、32、 48kbps に符号化できる。ビデオ会議用に使われる。サブバンド符号化、編集サブバンド符号化は、フィルターを用いて、入力を複数の周波数領域に分解し、それぞれを符号化する方式である。各周波数領域ごとに異なったビット配分を行うことで情報を圧縮するのは、変換符号化と同じである。 変換符号化と考え方がよく似ているため、変形、DCT などを用いた符号化方式もサブバンド符号化とまとめて呼ぶ場合がある。ITU-DG722 は2つのサブバンドに分けて、アド p CM で符号化を行う方式で、7kHz の帯域幅の音声信号を 64kbps 以下に符号化できる。他の符号化方式と組み合わせ。 編集周波数領域での符号化は他の符号化方式と組み合わされ扱う周波数範囲を広げたり多くのビットレートをサポートする目的で使われることがある。例えば SBR は周波数領域での符号化を応用したもので符号化の対象となる周波数領域を複数に分け音声信号でのほとんどの情報が含まれる定域の 情報をセルプなどの通常の方式で符号化し、それ以上の広域の情報は、大まかなスペクトル情報のみを符号化して、受信側では広域の情報を定域成分から予測復元する方法である。SBR は HEAAC や MP3 Pro などのコーデックで使われている。同様の考え方は、HFR の名前でも知られており、音声符号化方式として、 古くから研究されている。この考え方は、携帯電話用の音声不合化規格であるエベク、WB やアムール WB、VMRWB などに使われている。アムール WB では7ヘルツの帯域幅の、音声信号を標準レート設定で6 6 0ロ b p s から1 2 6 5ロ b p s に、エベク WB は、 同じ帯域幅を 8.55kbps 以下に符号化できる。ハイブリッド符号化は波形符号化と分析合成符号化とを組み合わせた方法である。分析合成符号化と同様、生体に相当する音源と声道の特性を表す合成フィルターとして音声をモデル化しパラメータ化を行うが、声道のパラメータを用いて音声波形を再合成し、 元の音声波形にできるだけ近くなる、要音源パラメータを求めることに特徴がある。合成による分析をベースとすることから、ABS 符号化と表現されることもある。波形符号化と比較すると、音声の適切なモデル化により比較的、低いビットレートでも良好な音質が得られ、携帯電話など低いビットレートが要求される機器で多く使われている。セルプは、 ハイブリッド符号化方式の中で最も広く使われている音声符号化アルゴリズムである。正度に相当する構成フィルターとして、線形予測フィルターを、生体に相当する音源として、適応型と固定型のコードブックを使用する。合成による分析の手法を用い、音声波形を再合成し長間補正を行った後の信号と元の信号とを比較することで、 コードブックから誤差が最小になるものを探索する。合成による分析は音質の向上に大きく貢献しているが、その反面大きな計算量が必要で、最初に提案された時には2時間での符号化ができなかった。そのため、計算量を減らすための様々な派生方式が考案された。以下に代表的なセルプの派生方式を示す。ベゼルプ、編集、ベゼルプは、 複数の規定ベクトルを用意し、規定ベクトルの輪を固定型コードブックとして扱う方式である。個々の規定ベクトルごとの線形予測フィルターの出力を求めておけば、すべての規定ベクトルの輪による出力はそれらの合成により求められ、計算量を大幅に削減できる。ベゼルプ方式は第二世代携帯電話で主に使われ、日本では PDG、北米では d アンプズの不合化方式として用いられた。アセルプ編集、アセルプは、あらかじめ代数的に決められた位置に配置した振幅がプラス1、マイナス1のパルスの組み合わせを固定型コードブックとして扱う方式である。その代数的な性格より、コード探索の効率が良く、コードブック全体をテーブルとして用意する必要がない、ためメモリも削減できる。また、 柔軟性があり大きなサイズのコードブックを容易に実現できる。そのため VOIP や携帯電話用として多くの標準化方式で広く用いられている。アセルプ方式は ITUTG723.1、G729,G722.2、および携帯電話用の GSM アムール、アムール、WB、エベク、VMRWB、SMV、 PDC Ifa などに用いられている。LD セルプ、編集 LD セルプは、不合化遅延を鬼水以下に低遅延化したセルプである。セルプを含む多くの不合化方式は、サンプル値を20水程度のフレームにまとめ、フレーム単位で不合化の処理を行う。そのため方式によって決まる、一定の不合化遅延が発生する。LD セルプは、フレーム単位の処理を行わず、 過去のサンプル値から後ろ向きに線形予測係数などのパラメータを求め、また後サンプル単位でコードブック探索を行うことで定値変化を行っている。LD セルプ方式は ITUTG728 で使われ、32kbps の a d p c m と同等の音質を実現している。分析合成符号化、あるいはボコーダーとは、 人間の声のモデルをもとに信号を分析してパラメータ化し符号化を行う方式で複合時には音声の波形ではなく聴感上を同じ音声に聞こえるように再合成を行う。セルプなどの音声波形を意識した符号化方式は音声信号を比較的良い音質で符号化できるがビットレートが四キロ b p s 以下になると音声波形の再現が十分にできず音質が 悪化する。多くの分析合成符合化方式は1.2から4ロ b p s 程度で音声を符合化でき、方式によっては0 6ロ b p s 程度でも了解可能な音声の符合化ができる。分析合成符合化は低いビットレートでの符合化が必要な無線通信の分野特に衛星電話や軍事用戦術無線通信などで使われている。LPC ボコーダーは 最も初期の分析合成符号化方式で、セルプなど他の方式のベースにもなったものである。人間の声は、声道の周波数選択特性と音源である、声帯などの音の特性や有声、無声の区別でモデル化できる。有声時、声帯からは特定の周波数のブザーのような音が生成され、無声時には高校、舌、歯、唇などの超音器官から、 スペクトルの広い雑音が生成される。LPC ボコーダーはこれらの考え方を素直にモデル化したもので、正動に相当する構成フィルターのパラメータとして、線形予測フィルターの係数を音源のパラメータとしては、生体のピッチ周波数と有性・無性の区別とを使用する。複合を行う際、有性時には指定されたピッチ周波数の特定波形の アルス波の列を無生時にはホワイトノイズを音源として用い、線形予測フィルターを通すことで音声を最後成する。LPC ボコーダーの基礎となる技術は1960年代から1970年代にかけて開発された。LPC ボコーダーを用いた初期の規格としては1976年のフェデラルスタンダード1015があり、 音声を 2.4kbps で符号化できた。主に軍用、政府用の暗号化通信に使用された。古典的な LPC ボコーダーを改良するために、考案された様々な分析合成符号化方式が存在する。以下にその例を挙げる。マルチ、バンドエクスティション、ミックスとエクスティションリニアプレディクション、編集マルチ、バンドエクスティションは異なった周波数ごとに、 有声無声の区別をパラメータ化する方式である。通常、線形予測フィルターと組み合わせて使用する。人間の声の有声無声の区別は単純ではなく、周期的な成分と雑音成分とが混じっていることも多い。この方式では、音声信号をいくつかの周波数領域に分け、各領域ごとに有声無声の判定を行うことでより自然な音声の、 再合成を行う。また、この方式はノイズが多い環境での優勢、無性の判定間違いの音質への影響が、LPC ボコーダーと比べ小さいため、野外やヘリコプター内などのノイズが多い環境にも向いている。マルチ、バンドエクスティションの考え方を応用した、不合化方式として、インベ。インベとアンベは、米デジタルボイスシステムズ社が開発した、不合化方式で、 三点六キロ b p s アンウベは八キロ b p s ベセルプと同等の音質だと言われている。詳細なアルゴリズムは公開されていない。主に衛星電話やアマチュア無線でのデジタル通信で使用されている。メルプは九百九十六年に l p c 十2、e、の代替として標準となった二点四キロ b p s メルプをさらに改良したもので零点六一点二 2.4kbps で音声を符号化できる。メルプ、メルプとも音声入力は5つの周波数領域に分け 1.2kbps メルプは 2.4kbps、フェデラルスタンダード1015より優れた音質で特にノイズが多い環境での特性が優れている。2.4kbps メルプは最初、米軍用のミル STD-3005 で比較化され、 その拡張版であるメルプは、米軍、NATO 軍の共通規格として、スタニッヒ4591で規格化された。主に軍用の暗号化戦術無線通信システムや、政府用の暗号化電話のための音声、符号化方式として使用されている。サイネスイドルコーディング、編集サイネスイドルコーディングは、音声を制限波の組み合わせとして表現する方法である。また、 このようなモデル化を複合制限波モデルと呼ぶこともある。フーリーエ変換と異なり、組み合わせる制限波の周波数は整数倍の関係でなくとも構わない。また、音声波形の再現ではなく、再合成した音声が同様に聞こえるよう複合化を行う。人間の声はいくつかのフォルマント周波数で特徴付けられ、例えば母音の認識は音声波形ではなく、 ホルマンと周波数の組み合わせで認識していると言われている。周波数領域のパラメータを用いることで、聴覚上より自然にパラメータ化を行えることが期待できる。制限波符号化の基本的な考え方は、複数の制限波の周波数、振幅、位相の組みで音声をパラメータ化することである。単純には、離散フーリエ変換で周波数解析を行い、 そのピーク値を取り出すことで分析を行う。パラメータがランダムに変動する音とそうでない音として、無性、有性の区別もモデル化できる。現実には、すべての制限波をそのままパラメータ化すると、ビットサイズが大きくなり、またデータレートも一定にならないため、様々なモデルや他の符号化方式の考え方を組み合わせ、パラメータを単純化する。例えば、有声音は、 生体音の基本周波数の倍音の組み合わせとモデル化でき、周波数はより単純な形で表現できる。また、生体音をパルス波の列と考えれば、音源の位相は0、振幅は一定とモデル化でき、最終的な制限波の振幅と位相は、静動の特性のみを考えれば良くなる。加えて、静動の特性を、 パラメータ化し、覚制限波の振幅を線形予測係数を用いて表現することもできる。ウェイブフォームインターポレーション、編集人間の優勢音は、生帯からのほぼ周期的な音が、制動の周波数特性によって加工されたもの。波形の変化は緩やかなので、基本的な波形や、その変化をうまく、パラメータ化できれば、情報を大幅に減らすことができる。 波形補完符号化はこのような考え方に基づく符号化方式である。有性・無性はゆっくり変化する波形とランダムな位相で素早く変化する波形としてモデル化できる。波形補完符号化は例えばエベク b の符号化方式の一部として利用されている。音声符号化に関連し、音声符号化の処理で求めた各種パラメータを効率的に量子化して、 ビットレートを減らすために最もよく使われる技術がベクトル量子化である。内部で計算した個々のパラメータを別々に量子化するのではなく、パラメータ間の相関関係を利用しまとめて量子化することで相ビット数を減らすことができる。例えば内部で計算した線形予測係数を特定のビット数に量子化する際など音声符号化方式の多くで使用されている。 ベクトル量子化の応用として、量子化を複数のステージに分け、最終的な量子化ベクトルを複数のステージごとのコードブックの輪として表す、マルチステージベクトル量子化などの技術が開発されている。センスペクトル体は、線形予測係数を表現するために用いられるもので、線形予測係数を用いる符号化方式の多くで使われている。 線形予測フィルターの係数は量子化誤差に敏感で誤差が大きいとフィルターが発信する問題がある。センスペクトル体は線形予測係数と等価な係数でセンスペクトル体で表現されたフィルターは量子化誤差の影響が少なくまた線形予測係数と比較した変化が滑らかで保管が行いやすい。そのためセルプに代表される多くの音声符号化方式で 線形予測係数の表現のために利用されている。理論的には、精度を固定長で一定の直径を持つ音響管の並びとして、モデル化したとき、センス、詳細は、音声強調を参照音声強調は、様々なアルゴリズムを持つ。音声符号化では、バックグラウンドノイズを減らすための技術として、主に用いられる。 分析合成不合化方式やハイブリッド不合化などの多くの音声不合化方式では、音声を何らかのモデルに当てはめパラメータ化を行うため、音声信号にバックグラウンドノイズが含まれると、パラメータ化がうまく行えず、音質が悪化する。そのため、携帯電話や無線通信など、比較的低いビットレートの不合化方式が使われる機器では、 何らかの音声強調処理を行った後に不合化を行う場合が多い。また、音声認識などのフロントエンドとしてもよく使われる。音声信号は信号レベルの変動が大きく周波数ごとのレベル差も大きいのに対し、バックグラウンドノイズは変動が比較的小さいなどの統計的な性質の違いを利用し、サブバンドごとのバックグラウンドノイズのレベルを予測して、 バックグラウンドノイズの大きいサブバンドのレベルを下げることで全体のノイズを減らすことができる。音声協調は携帯電話用の不合化方式である e ベ e c SMV などやノイズの多い環境での利用を前提としたメルプなどで不合化方式の一部として組み込まれている。日は装置シグシリーの一部音声通信技術の歴史は19世紀の 末のグラハムベルによる電話機の発明から始まる。電話機は音声の波形をそのまま伝送するものだが、音声信号に何らかの加工を行って伝送する。技術としてはボコーダーがあり、その基本的な考え方は現在の多くの音声符号化方式に大きな影響を与えている。元々のボコーダーはアナログ音声通信での音声圧縮技術として生まれたもので、 アメリカのベル研究所のホーマーダトリーによって1928年に基本的なアイデアが発案された。当時の電信用大陸間横断ケーブルが電装可能な周波数帯域はせいぜい 100Hz 程度で3000から 4000Hz の帯域を持つ音声を大陸間で直接送ることができず、音声をより狭い帯域で送るために考え出された。 音声波形はかなり速い振動成分を含むが、生帯や喉と高校、舌などの超音気候などの動きは、それと比べると比較的緩やかであり、それらを適切にパラメータ化することができれば、必要な帯域を大幅に減らすことができる。ダッドリーはこの考え方をもとに、音声の周波数スペクトルを複数のチャンネルに分けバンドパスフィルターで分析して、生体の音の基本周期や優勢、 無声の区別とともに送り、受信側で音声を合成するチャネルボコーダーを1939年に発表した。また、音声を合成する部分と鍵盤とを組み合わせ、鍵盤演奏型のスピーチシンセサイザーであるボーダーとして1939年のニューヨークワールドフェアで一般公開した。チャネルボコーダーは当時の技術水準では大がかりな装置となってしまい、 また、音声の品質が悪く、機械的な声になってしまうため、民間で使われることはなかったが、第二次世界大戦中の1943年、チャーチル首相とルーズベルト大統領の秘密会談用の秘話通信システムシグシリーとして実用された。シグシリーは、チャネルボコーダーの各チャネルの出力を6段階に対数量子化し、PCM 符号化した後に暗号化して、 送信を行うもので PCM を利用した最初の実用的な音声通信システムであり、分析合成不合化をデジタル通信に応用した最初の例でもあった。この装置の重さは約55トン、消費電力は3 0ットに上り、とても民間で使えるようなものではなかった。 同じような軍事用のデジタル秘話通信システムは1940年代から1960年代にかけて使用された。その後、デジタル信号処理の技術進歩により、1966年頃に板倉文忠らによる線形予測不合化方式が考案され、1970年代頃には、これを応用した機器が作られた。1985年には、 セルプ不合化方式が発表された。これらにより、音声の品質が向上し、コンピュータの小型化、高性能化に伴い、多くの機器で使用されるようになった。ありがとうございます。